始まったんで、スコア予想締め切りますよ、皆さん。さあ、ファストアタック、アスト。もう、もはやバルーン2体。スーパードラゴン7体。もはやバルーンがいなくなりました。これは、あれですね。花火ですね。エア水2本が、こちらサイドを吹いているというところは、しっかりそこをついていき、3時、6時、ちょっと広めですが、このサイドカットスパドラがめちゃめちゃ強い。多分1体でめっちゃしようとするで。さあ、中心通すように突撃感も出していって、ここはトーム。気持ち早めの形になりましたが。さあ、これ何もなければしっかり通りますよ。トルネードこんなとこに入ってきた。さあ、しっかりとクローンと花火が打ち上がっていきます。おー、大量の赤爆弾出てきましたが、うまくヒットはせず。これはもう止まんないですね。もう止まんないね、これは。強すぎるよな、どう考えても。おーおーおー、やば。超高速アタック。やばい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 。やばいやばいやばい。さあ、フィストクローク早くもうちに。やばい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 。タイムレコード出るぞ、これ。ワンチャン。やばい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 。ああ、え、何秒これ早すぎ。お、ファーストアタック飛んできました。アーストから ATN ファーストアタックでスーパードラゴン7体、バルーン4体しかいません。おお、しかも初手で突撃艦を投げていくので、バルーンは2体しか残らないと。初手でこれはおそらく花火じゃないかな。どうだろう。うん、さあ、初手花火でターンホールも狙いつつ、援軍も潰しつつ、ATN のね、ログをね、ざーっと見てったんだけどね、結構この花火だったりとか、スーパードラゴンの戦術が増えてきてましたが、まあ、ちょっとね、見た感じね、花火に関する扱いはやっぱり日本の方が上かなと正直思いましたね。まあ、そりゃそうだよね、日本発祥の戦術。あんまり初手で花火することもないんですけど、まあ、突スパウィズのね、感じでそのまま花火をかましてった感じですかね。これただ落ちないんですよ。エアスイーパーが吹かない、テスラも全部見えたとなると、これは多分止まんないっすよ、このドラゴンたち。マスクとかもね、天才のスーパードラゴンとかね、スーパードラゴンの基本的なラッシュバーっていう感じよりは、まあ、なんかちょっとドラゴンラッシュのおしゃれ感みたいな感じのね、戦術を多くやってるのをね、ログ見た感じ、見ましたね。対戦相手 GS だったんですけど。さあ、これはおそらく止まんないですよ。このデカブツが。大量のユニットが進んでいって、フィストがドカンと。初手花火はね、あんまり強くはなかったりするんですけど、今回の感じで言うと、ルート整備っていうところでね、かなり大きな働きをしてくれてますね。これは止まんないよ、このスーパードラゴン。そしてここでトム。なんでまだ残ってんだ。なんでトムがあるんだ、ここで。強すぎる。アストもともとドラゴンの扱いはめちゃめちゃうまかったですからね。さあ、まずは2020年世界チャンピオン ATN が先制点を入れていくと。さあ、能力を2つとも残していって、ドラゴンも、残り1分残しての圧倒的全開。ガーサス。というわけでね、事前に用意しておいて 100% キラキラさせていきましょう。強すぎる。さあ、ベイル。あ、そっか、順番変わってんのか。シアングレンが残ってるんですね、ジェックス隊が。さあ、バレー、ラストザックかもしれないアタックは中華式を選んできました。新兵器と中華式というわけで。さあ、まずはレイジを使っていきつつ、どこまで見るか、対地クロスまで行くのかな、これは。さあ、ジャイアントも添えてきましたね。さすがにマルチまではいかないと思うけど、お、新兵器来ました。ジャイアントで、まあ一応ね、この辺のマナチェックなんかしちゃったりしてからの新兵器。おお、刺さっていく。おお、新兵器は若干不穏なムーブをしましたが、水塔に殴るのですかね。おお、こっちまで来たんか。さあいいルートで本体を流し込んでいって、ジャンプをかなり限定的にかけていって、これはマルチまで新壁が打ってくれるとすごい綺麗に入りますね。さあ流してぐるっといって、最終的にタウンホールの方へ誘導していくみたいな感じだと思うんですけど、さあ中華式からするとありがたい援軍が出てきましたね。援軍小物ということで援軍に捕まる時間がありません。さあポイズン無敵効果中にスーパーガーグルもほぼいなくなってしまうと。新兵器すごくいいムーブしてる。これはいいぞ、頑張れ、全開取ってほしいな。さあマルチインフェルノも新兵器だけで折り切って、これはめちゃくちゃ強い。さあラストフリーズ1枚なんですけども、タウンホールの方はペッカしっかり向かってくれますかね。新兵器が開けちゃったんですが、しっかりジャンプの方に誘導されました。さあ新兵器から出てきたのはバルキリーとホグだったんですけども、少し外周部流れていってます。さあタウンホールはクイーンがクロークでしっかり落としていって、さあ破壊したのを見てババキンもフィストを使って最終外周を回していきつつ、ロイヤルチャンピオン能力回ってきましたよ。さあここはブーメラン使っていって全開ガーサス、うまいなあ、うまいですね。もうかなり限定的にジャンプでね作っていって、直線的に進む中華式が多い中なんですけど、綺麗なルートを使ってぐるっと回してきましたね。お見事。 ATN としてはトライハードが加入する形で続くようですね。ちょっと怖いんだけど、その突撃感、ザーつんだくせー、かなり危険な突撃感を繰り出しましたね。さあ最終アタック ATN キャプテンブームなんですが、これは危険な突撃艦を投げてしまった。届かず、ラバも1体入ってたんですけど、これは突撃艦を守る用のラバではなく、本体ドラゴンライダーを守っていくようなラバになるんですかね。さすがにこれ見てたよね、多分。ああ、キングまで。うわー、これは詰んだな。いいクロークです、これは。さあ、早めに処理しました。援軍処理はもう終わってるんで、キングもう伸ばすことができないので、ジャンプで無理やり伸ばしに来ましたが、ポイズン受けたんで、ちょっと苦しそうですね、これは。もう始めるしかないというところで始めていきました。さあ、あ、ラバルなのか、裏ラバルですね、これは。バルーン6体まで手元に残してきたので、裏ラバルを使いたいという形に見えますね。さあ、トームはかけず、ストライカーは飛んでいきました。裏ラバルでイーグル砲の方、進めていく形。さあ、ここでトームをかけていって、レイジーフリーズまでかけて、ただいい伸びしてるけど、呪文フリーズにインビジブル2でどこまで押せるかというところ。さあ、いいインビジブル。これワンチャンあるか、どうだ、フリーズ2発あるんで、インビジブル若干溜めましたので、ドラゴンライダーが潰れていきます。最初はフリーズでよかったかもしれない。さあ、リクスケ登場。フリーズはアーチャーターンまでかからない。大工の方を優先しましたね。ギリギリですが、もう一度フリーズをかけていって、裏からベビードラゴン、なんとこれは押し切れるか、嘘だろ、すごいリカバリー。時間との勝負になりますね。防衛施設は全て壊しきっているので、これリカバリーで取り切った。判断早かったのが良かったですね。もうこれ無理だというところで、もう一気のリカバリーで、かなり早い段階でドラゴンライダーの展開をしたことによって、これはまあなんとかこれは全開まで繋いでいって、これは ATN、8筋残しましたね。これを取り切るのがすごいな。かなりきつかったんですけど、裏ラバルも効いてましたね、これは。ちょっと突撃艦はタウンホール、もうヒーローと、ちょっともうプランめちゃくちゃやん、これ。さあ、ラストアタック、モック選手は、クイヒー、これバルーン。新兵器。クイヒーラバルのね、ラバの部分をゴーレムにしちゃいましたね、この人。ストライカーでこれは援軍を釣る形ですかね。さあ、2体目のストライカーで援軍を釣っていく。なるほど。援軍呼び出し用でストライカーを使ってきました。うい。しっかりね、バーバリアンでこのアーチャータワーと大砲の滝を取ってストライカーを走らせることで援軍を呼び寄せていきましたね。面白い技術。さあ、逆サイドは、ボーラーでサイドカットを行っています。そして新兵器。ここストライカーが通ったのもあって、ここリックスケルトンだったり、罠もね、ここ解除ができてるというところで、罠解除それうまいですね。で、クエイクが一発あるので、これタウンホールを起動して新兵器でタウンを狙ってこようという形。すごいな、これ。この人プランニングほんと特殊だな。クイーンウォーカーズ戦もね、クイヒスニゴブドラゴンライダーみたいなのがよくわかんない戦術でね、前回取られたんですけど。さあ、これは新兵器できっちりタウンをケアしつつ、この辺ストライカーによってね、解除ができてますからね。さあ、ウォールブレーカー、しかもここつけたことによって、奥までウォールブレーカーつけますよ宣言。金庫は穴開け狙ってますね。さあ、これは陸ウォーデンですね。ゴレキングウォーデンを9時サイド平行で走らせつつ、これ、うまいなぁ。すごいプランニングですね。さあ、タウンホールの方は新兵器で破壊していって、うめえな。あ、ウォールブレーカーちょっとそれましたが、もう一体残ってるので大丈夫。これ金庫につけていくようなウォールブレーカー、しっかりこれはターゲット取りました。ウォーデン像のターゲットも取れていますね。さあ、しっかり中心部まで貫いていって、ウォーデン像に関しては新兵器が突き刺さる。いやー、ギリギリ、赤バックで、ここはヒーラーは全て消えていきましたが、逆サイド、トームのかかったキングロイーちゃんが伸びていきつつ、ここはスケルトンまで使ってロイヤルチャンピオンさらに伸びていきそうだ。さあ、新兵器に関してはシングルをたげるところまでやってきている。これ、強い。フリーズ、こっから3発ありますね。さあ、しっかりフリーズを使って。いやー、これ、うま。超うめえじゃん、これ。この人ね、すごいプランニングですけど、一番前回率低いんですよね。一番低い人がこんなおしゃれな。すごいプランだな。これは対策できないね。このストライカーうまいな。罠解除までね、きっちり狙った形で。これうま。はぁ？うまっ。何それ。まあ、新兵器をね、うまく使っていくための、まずはここ、馬場でタゲ取って、ストライカーを伸ばして、援軍を呼び出せつつ、ここ、陸助もないことがこれで確定しつつ、これ、巨大爆弾もここがないことが確定してるんですよね。で、これ、対空砲のところに、多分、ホグイチ刺せる角度になるので、援軍釣り切れてなかったら、ホグイチを刺すような形にすればいいし、ストライカー2体が通ってるので、基本的には、援軍釣れないってことはね、細かい援軍になるんですよ。まあ、それならこうやってラバーみたいにね、まあ、足止めも食らわないので、まあ、それはそれでいいかなっていうところなのか。さあ、ここから登場した新兵器。この新兵器でタウンホールをクエイクで起動しつつ狙っていくと。これうまかったなぁ。